こんにちは、土の子です。さあジュナイパーのねステージレベル25まで来ました。ジュナイパーね捕獲してマギアナでねレベルちょっぴりだけ上げましたね。これかスーパーロ4マッチした時のダメージがまれにものすごくアップということで、3分の5、3期は全部同じスキルってことですね。さあじゃあジュナイパーのねステージレベル25いきましょう。これは、クロレックーザとボーマンダの、飛行コンビですね。これでまあ速攻メガ進化させていくと、あとは攻撃力上げたフリーザーとでダメージ減にして、ブロック出してくるのでね、母子守のブロック崩しプラス、ここら辺を入れていきたいと思います。のアイテムでいきましょう。さてと、まずはメガ進化を優先しながらブロックも崩していく。どこがいいかな。まずはこうですかね。メガパワーにブロックがない。あー間違えて押しちゃった間違えて押しちゃった今の。これはどうしたらいいかな。メガ進化させる、ブロックも崩せず、ブロックなる。いやいいとこがないねこれ。まいったな、いいとこないな。こうしてブロックをまず崩し、ちょっと全然ねスキルが使えてないのでスキルをちょっと使っていきたいんだけど、また4つの力ができないパターンか。せっかくのフリーザーの4つの力が宝の持ち腐れになってますな。きた4つの力。はい、ここもコンボを目指して、パーティーが揃ってればそんな難しくないですね。節目でしたけど、はい25クリアしてメガスキルアップゲット。次はレベル50ですかね。さあステージレベル50まで来ましたね。50は結構普通の壊せる方の岩を出してくるみたいなんで、まあお邪魔除去のメガレックーザにボーマンダのメガパワーコンビ、そしてね、コンボよりもまあアップダウンとかのダメージの方がいいかなということで、トルネロスを入れつつコンボ組めそうな時はウォーグルの方でっていう感じ。これをまあクロレックーザと交互に交代で入れられたらいいなという感じでいってみましょう。ノーアイテムでいきます。さてと、まずはこうですね。メガパワーしてメガ進化を早めに、これはここにしようか。これでウォーグルまで一応揃う。よし、 OK。 ここはこうして、わわわ、お邪魔遅延系の方が良かったかな。ほい、アップダウン、さらにブロック、こうして落として、ここもこういう感じで落として揃わせて、もう一度揃わしてお邪魔を全部除去する。なかなかきついぜよ。お邪魔をきれいにしつつコンボを目指したが失敗。ほいほいほほほいほい、やっべ、うわ全部埋まっちゃった。なるほど、あれちょっと結構 HP 多いな。ちょっと今度バシャーモパーティーで行ってみるか。はい、はいはいはい、残念。いやきついな、やべえ、なんかドツボにはまってきたぞ。またちょっと手数プラス5使っちゃいますね。2回失敗してるんで
えい、メガパワー。これはこれで黒レクーザが揃う。よしよし、ちょっとずつでもコンボするのはいいこと。こういくか。よしよし、頑張れ。ここもちょっとだけでもコンボさせる。こうしてこうしていけ。スカイコンボ失敗。スカイコンボは失敗。いけ。あ、間違えた、ずれてた。嘘でしょ。まあいいでしょう。ほい。あら、あららららら。いやー、倒せるかな。こうして1、2と。ここで岩は結構外れる。こうしてこうして、ひどすぎる。いけ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 、頑張れ。よし、やっぱ手数プラス5使った方が安定だね。なかなかコンボしないと厳しかったな。スカイコンボとかであのコンボが決まればね、あっという間に倒せると思うんですけど、ちょっと運が絡むんで手数プラス5を使っちゃいました。さあ、それじゃあ進んでいっちゃいましょう。どんなステージだろう。50まではほんと簡単でしたよ。51からは鉄ブロックですね。お邪魔も鉄ブロックと。ここは早めにメガ進化したいところ。はい、残り手数は9は余りましたね。はい、75までやってきました。さあ、50がねちょっとお邪魔のせいでコンボしないので、こう単体のね火力に、単体の火力にかけた方がいいんじゃないかなっていうことで、飛行固めはやめて、ウォーグルとかコンボスキルじゃなくて、一発でいけるやつにしたいな。安定の4つの力、そしてスーパータックルもいいな。どっちがいいかな。スーパータックルもしくは炎防なんだけど、スーパータックルでいいか。でジュナイパー出てくるみたいなんで、振り払うのルギアは入れときましょう。さあ、これで手数プラス5使っていっちゃいますね。さてと、あ、まずはバリアしてあがる。なるほど、いけ。スーパータックル失敗。あー、またこれダメっぽいな。いやー、きつちょっと厳しいな。ほんとボーマンダの方がいいか。バリアもまあ壊せるっちゃ壊せるからな。今度はウォーグル入れてメガレックーザで、いや、メガボーマンダでメガ進化していく。うん、厳しい。メガパワーいけ。ここは振り払っとこうね。お邪魔が来て、確実には振り払えない。これきつ。さあ、ウォーグルとかからのボーマンダのコンボがいけばいいんだけど。さあ、あとはもうコンボにかけるしかないね。コンボがねドンピシャで決まればすげえ余裕なんだけど、ここもボーマンダ揃えていっちゃう。もう取り払って、ほい、ほいほい、いけ。コンボスキルが入ってからのコンボに期待。
いやーきついぜ。まだまだあるよ、まだワンチャンあるよ、まだワンチャンあるけども、いやーきついな。もう上から、おーしょ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 降ってきたまぐれガチみたいな感じだね。まぐれガチみたいな感じで勝てました。フォーマンダのコンボね、コンボを祈るだけっていう。75でマックスレベルアップゲット。さあそのまま行きましょうか。お、3匹ステージになってるね。次は3匹ステージで上にブロック&バリア、バリア消しかなんかあった方がいいかな。うわあ、ほいほい、いけ。ちょっとブロック崩しかなんか入れた方がいいかもね。いや、それよりあの黒レッグーザを先頭にした方がいいかも。さあそれじゃあ、次は100かな、ぐいぐい進んでいきたいと思います。はい、100までねやってきました。3匹ステージから、ここからね4匹ステージにまた戻ります。でここね100はエイワブロックたくさん出てくるみたいなんで、これスピアで早めにメガ進化してね、お邪魔を除去するスピアで行って、コンボを狙わずにねフリーザの4つの力だったり炎棒のアップダウンだったり、そして最後はねヒードランの最後の力が強くなったので、さあ一応手数プラス5を使っていきましょう。さてまずはさあしっかりとメガ進化していきましょう。わわわ、リフレッシュになっちゃった。こうして下側をきれいにしていく。うーわうーわやるー、ちょっときついな、お邪魔がリフレッシュだらけじゃねえかよ。まいったね。これだもんな。ほい、どこが一番、ここか、こう、うわー、またまたまたひどいですね。こうしてこうして、お、来た来た来た。あのコンボが続けば強いんだけどな、続かなかったらひどすぎる。ここはアップダウン狙いつつ、ほい、いいぞいいぞ。フリーザーとか全然スキル発動できない、アップダウンも無理。残り3だっけ、5だっけ、まだだよね。あ、最後の力発動してる、5か、残り5から最後の力、強いね。メインのエストリには使えないけど、こういうレベルアップステージでは、抜群取れたらね最後の力相当使えるんじゃないでしょうか。ということでステージレベル100をクリアできました。なかなかリフレッシュ厳しかったな。はい、それじゃあ101からまたね150まで、次回はねやっていこうと思います。ということでよかったらまた次も見てください。ヒドラのね最後の力結構要注目だと思われます。それじゃあ土の子でした。